こんんにちは、ストーンさんあのサラリーマンとして生きてきてすごく苦しいところってのは何かなってことを想像すると私には全く分からないんですよサラリーマン時代ってのは7年ぐらいやってたんですけどももう20代の頃ですしね20代の頃だからもう20年前なんですよ20年前の一部上場企業のサラリーマンとしての私の悩みっていうのは飲み会が多くてねなんかなかなか 疲れたなというところですよね。飲み会が多くって、それなりに楽しいんだけども、なんか結局ね、2週間に1回、必ず飲み会があるんですよ。あの、私の場合はね、送別会みたいな感じで。まあ、そろそろ自分の時間欲しいなと思うところと、あと飲み会って大体徹夜になるんですけども、4時ぐらいまで飲んで、5時から1番なんですよ。だから誰も寝ない状態でね、買い付けに行くみたいな感じだったんですけども、まあ今となってはそのね、 20代だからできたんだなっていう喜びとなんかいい経験だなっていう思い出が残ってるんですけどもね。うんでも多くの方のサラリーマンの悩みってあの。やっぱりこう。自分の使えるお金がすごく少ないってことかなと思うんですよ。例えば家のローンを組もうと思ってもなんかすごい。長期のローンを組むわけですよね。で、もう寝ても覚めてもローンがあるっていうのが頭の隅っこにあると思うんですよ。で、自分のお小遣いはといえば。 一生懸命毎日ね10時間以上働いてそれこそ休みもないぐらいでヘトヘトになるまでやってね月に3万円とかが平均みたいですよねいや3万円ってすごいなぁと思いますよね最近ねあのまあ東洋経済オンラインかなんかの記事を見たんですけども月に3万円もらってるお小遣いのご主人がなんか奥さんにこのお小遣いの引き下げをね言われてでちょっと夫婦喧嘩が起きてきたみたいなね で結局こういうところからもう離婚ってあるんですよ。うんだって旦那さんとしては身を粉にして働いてなんか高校生の時のアルバイトのお金も使えないわけですよねその時代のお金も。いやはっきり今の感覚だったら3万円で何するんやと私は思うんですよ。しかも月に3万円とかね。私の場合1日に3万円ぐらい使っちゃって月に100万円ぐらいは本当なくなるんで特に意識してなくてもね。クリスマスってプレゼントを贈る人が何人もいるんで。 すすぐなくなりますよで年末年始も結局お年玉はねお父さんお母さんにあげたりとか、まあ、普段から小遣いあげてるんですけどもなんかその誰かかかかにに何かをすする時に一定のお金ってかかってちゃうんですよねで逆に言うとお金をかけてないってことはやりたいことをやってないっていうかね感謝を形で示せないっていうところにもなってくるのかなと思うんで結構3万円のお小遣いってきついなと思うんですよ。正直なところお小遣い3万円って足りますかね みんなが3万円だから自分も3万円で我慢しなくちゃいけないっていうこんんなな変な理屈ってあるんですかね、まあ、そもそも家庭を楽しめているんだったら自分のお小遣いが3万円でもやっていけると思いますけども、まあ、そこにはいろいろと、まあ、不和があったりするわけですよ。うんまあ、今回ね何が言いたいかってことになりますストーンさんあの。多くの方が頭を悩ましていることにピンポイントで切り込んでいくっていうのがつかみになるわけなんですよね。 多分、自分の3万円のお小遣いを5万とか10万にできるんだったら、今のサラリーマンライフもかなり楽しいものになると思うんですよ。でも、今3万円、来年も3万円、再来年にはもしかしたら2万円になるかもしれない。増税されたり、いろんな経費負担が増えると、3万円のお小遣いなんだけども、実質の可処分所得お小遣いってのは2万円分ぐらいしか効力がないかもしれない。と思っちゃうと、結構ね、もう、 1> 男一人と生きてきてね40代でも50代でも60代でもずっと3万円ですよなんだこれと思いませんかだからこのお小遣い3万円を5万なり6万なり10万に増やしていくような道を社会のいろんなね歪みからチャンスにしていければなと思うというところが私にありますねまあそういうふうに感じで語りかけていくと 割とと共感を得れるんんじゃなないかなと思うんですよで、最近思うことサラリーマンが楽しく第二の人生を送るためには「1って書いてましたね非常に長いタイトルですけどもこれはあんまり興味を持たれないんですよねというのが大事なキーワードが入ってないんですよこれ。えーまあ、どうなんですかねあの人生100年時代っていうことをえ i とね、ストーンさん言われてましたんで。 人生100年時代の生き方とかね、それから45歳定年とかね、この辺を使うといいんじゃないかなと思いましたね。実際45歳定年って不幸なんですかね ?75 歳まで定年が延長されるみたいな話もあったり、45歳定年説があったりするんですけども、実際働く期間って短い方がいいんですか長い方がいいんですかそういうい 問いにはサラリーマンの立場としてはどう答えるのかなと思うんですよ。私はあんまりね、長く働くもんじゃないと思うんですよね。もちろん、収入があればの話なんですけども、でも、収入がないから75歳まで働かないといけないのとかね。75歳を過ぎてもう本当に100歳まで生きるんだったら、その後25年あるわけですよ。25年の経費っていうのは、1億円ぐらいかかっちゃうわけですよね。 どうやって金作るんやみたいな話になってきますよね <laughs>。ちょっとね、私の愚痴みたいな話になってきましたけども、あの、いただいた動画から思うのは、まず、まあ、二つですよね。一つ目は、冒頭の掴みがね、本当に多くのサラリーマンの人が悩んでることなのかなっていうことなんですよ。一つ。これは分かりませんけどね。あの、ーンさんから見ると、あの話題がサラリーマンさんの心を掴むと思ったのかもしれませんけども、私はもう、20年間以上ね、 サラリーマンやってませんので私の感覚が狂ってるかもしれませんけども、うん、多分サラリーマンの方が一番気にしてるのは自分のお小遣いがいくらになるのかってことじゃないかなと思うんですけどね。えー、あともう一つはねあのー、何でしたっけね、うん、まあ本当にそんな長く働きたいのってことですかね、うん、この2つかなと思うんですけどもあそうそう。あの タイトルにやっぱりキーワードをヒットさせないといけないんでそれを入れた方がいいかなと思います。うん、サラリーマンが楽しく第二の人生を送るためには、うん、これでも悪くはないんですけどね。うん、第2の人生っていうのは結局定年後の人生っていうことなのかそれとももう今からサラリーマンをしながら自分の世界もちゃんと作っていく方法があるんですよと。そのために その世界を支えるお金の稼ぎ方もちゃんと世の中にあるんですよってことをお伝えするようなことかっていうことをまとめた方がいいんじゃないかなと。はい、今深夜2時17分、起きて10分です。私はね寝起きでございます。これから私も1日営業スタートします。そんな頭のあまり動いてない中で、回答はまあ的確にできたかなと思いますけど、いかがでしょうかね。じゃあ、あの、このシリーズ楽しみにしてますんで、えー、編集たくさん入れてましたけどね、えー、本当にお疲れ様でございます。まずは UVI。 多くの方が多くのサラリーマンがこうなればいいのになと思っていることは社会が変わることやなんとかかんとかではなくて実はね自分の金はどうなるのよってことじゃないかなと私は思いましたのでお話ししてみました。それででは以上です